版画家である現在のバーデンビュルテンベルク州のビルトベルクに生まれた十代の半ばでシュトゥットガルトの版画家出版社種のおじの下で版画を学んだ1855年にシュトゥットガルトの美術学校に入学しハインリヒフォンルスティゲに風俗が歴史画を学びハインリヒフンクに風景画を学びベルンハルトフォンネーラーに裸体画を学んだ 1860年にミュンヘン美術院に移り、カール・フォン・ピロティに学んだ。1867年にパリに修行に出て、バルビゾン派の画家と交流し、ベルギーやモーゼルガー流域を旅して、デュセルドルフへ旅し、ミュンヘン時代に知り合っていた画家のテオドール・シュッツを訪ねた。この頃は、家畜のいる風景画を得意とした友人の画家、アントン・ブライトや、 クリスティアン・マリと共に活動した。1874年に新婚旅行でチロルや北、イタリアを経てベネツィアへ旅し、その後はミュンヘン近郊のシュタルンベルク湖やキーム湖の風景を描いた。1880年にカール・ルート・ビヒの後任としてシュトットガルトの美術学校の風景画の教授になり、1905年まで教えた。カッピスの教えた画家たちは、 ドイツ南西部のシュバーベン地域で活動した印象派の画家グループ、シュバービッシェン印象派を形成することになった。ありがとうございます。